ありがとうございます。ご紹介いただきました富山県立大学の呉と申します。本日はお忙しい中ありがとうございます。またこのような機会をいただきまして仙台市あと小倉佐藤先生に御礼申し上げます。で、私富山県立大学ということでなぜ富山の人が思われる方多いと思うんですけど、3年前まで災害科学再研究所にいまして、で現在も一緒に研究をさせていただいてます。でここに書かせていただいた森口先生、佐藤翔介先生、地引先生、村本先生らと、行っている研究などを今日紹介させていただきたいと考えています。で、今後我々は何をすべきなのかというところです。昨今豪雨災害が極めて多くてですね、皆様不安になられるかと思いますけど、なんとか頑張ってやっていきましょうというところです。で今回のこの講演会全体のテーマがコミュニティ、地域での防災力というところで、まさに今後そういったものが求められるような状況になってきています。 では講演を始めますね。一つ申し訳ないのがですね、お手元の資料と、だいぶ講演内容が変わってしまっています。ですので、ちょっと分かりやすく端的に話すようにしますのでよろしくお願いします。であとちょっとスライドに関係のない情報とかがいっぱい入ってますので極力分かりやすく話させていただきたいと思います。じゃあ始めたいと思います。で、早速最初引用資料で申し訳ないんですけど、去年7月、西日本豪雨というものが起きました。でここで、避難に関してうまくいったところうまくいかなかったところっていうのは何が違うかというと、ここに書いてあるんですけど、避難訓練、ちょっと小さくて申し訳ないです、避難訓練を実施するなど防災意識の深い地域の住民はスムーズに避難できた。やっぱり地域で何かを活動されていたところというのは、うまく対応できています。しかしながら、避難国等を発令しても避難しればならないとの意識がないなど避難に結びつかなかったなど、やっぱりまだまだリスク、自分たちの場所の被害というものを分かられていない方が多くてですね、それをどうやっていくかというものが課題として挙げられています。で、すみません、ちょっと、で私がですね、東北大で2013年の秋田岩手豪雨、2014年山形豪雨、2015年の関東東北豪雨、2014年岩手豪雨、こういったもので現地調査などをさせていただいています。基本的には土木学会のものでして、土木学会の名目のもと東北大学災害科学研究所で調査をさせていただいたというところです。で、実は豪雨災害っていうのはですね、毎年現象としては新しいことが起こってたりもするんですけど、基本的な課題とか問題点っていうのはかなり毎年同じなんです。で、もう毎年同じような課題っていうものが出てきてます。例えば支線とか小さい河川で被害が多かったとか、夜朝早くなどの避難は難しい、あとは、ハザードマップの想定区域内とか合流部、蛇行部、曲がったところなどで溢れる、下溢れた、これが結構毎年のように繰り返されるんですね。で、言い訳とよく聞く話としては線状降水帯とか、こんな洪水は今までなかった、想定外だった、一気に河川水位が上昇した、避難勧告指示が出せず、こういったところが結構多いです。これを踏まえてですね、結局問題点としては毎年同じような課題が違う場所で発生してるんですね。だから違う場所にとってはいつも初体験なわけなんですね。それでうまくいかないっていうことが多いんです。で、防災学術連携体とか中央防災会議はもうかなり強いメッセージを去年に出しました。そのメッセージというのは、あなたには災害の危険性を知る義務と自分と家族を守る責任があります。で、地方防災会議は、住民は自らの命を自らが守る、意識を持ち適切な避難行動等を行い、行政は住民が適切な避難行動を取れるよう全力で支援する。これが提言として上がっています。で、それを言われても、そんなことは、当たり前なんですけど、大事なのはですね、
未経験の地域、コミュニティとか人といったところが自分に起こり得ることとして備えることなんです。ですけどこれがまたすごい難しいです。実際豪雨被害とかあられた方っていうのはいろいろ勉強されて次に備えるんですけど、だいたい次っていうのはほとんど来ない可能性が多くて、次は他の場所で起こったりします。で他の場所にとってはいつも初体験なので、まあ、同じようなことを被害を起こるんでしょう。これが問題なんですね。でこの人たちをどうやって、準備させるかっていうのが課題として挙げられています。はい、でこの図はどこから1940年ぐらいからで人の死者数です。豪雨災害による死者数なんですけど、どん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 減ってきてますよ。で国土交通省は、土木工学の勝利だということを、宣伝してきました。この図を作ることもですが、ここまで少なかったんですけど、去年、280名程度の死者数が出てしまって、ちょっと入ってないんですけど、バンと跳ね上がるようなことになってしまいました。でこれはまあなんでかっていうと、まあ、ここまで死者数をまあ毎年100名弱程度に必死に抑えてきてたんですけど、実はギリギリのところで踏ん張っていたところですね。でそのギリギリの踏ん張りが去年の西日本豪雨ではかなり持たなかったというところなんです。で今日なるべく難しい話はしないようにとは思ってるんですけど、一つだけダムの話はちょっとさせていただきたいなと思ってまして、この図ちょっと難しくて申し訳ないんですけど、これ時間で、この青いやつがダムに入ってくる水の量です。大雨が降ればダムに入ってくる水の量が増えます。でこの赤い線っていうのはダムの管理者がダムからどれぐらいの水を出したかということになります。つまりダムのおかげでこの分だけ洪水水位が低くなっているってことなんですね。でこの絵を見ると、あ、ダムの現場頑張ったんだなっていうことで、このゲート操作で日本ダム大賞っていうのを京都 のダムなんですけど受賞してるんですよ。ですけどこれ専門家が見るとですね、ここでクイッと上がってるんですよ。これなぜかっていうと、ダムが満水位に達してからですね、ここで限界に変えてるんですよ。限界、ダムが満水というのはですね、もうダムが溜められない状態になってしまうと、まあ、水で満杯になってしまうと、もうそれ以上は制御できないので、入ってきた分だけの水を流すというさわさをします。だからここで満杯になったので、入ってくるだけの水の量を出す。こうしないとダムが壊れてしまうんですね。オーバーとダムの上を越えてしまうんです。でこういった操作を我々学生の頃は正し書き操作と書いてました。いろいろダムの操作基礎があるで言った後に、ただし満水位のような状態では流入量と同じ量の放流量を出せる。でそれこの放流の方法が、昨年の西日本豪雨ではかなり話題になって、これのせいで死傷者が増えたのではないかということが、取り沙汰されていました。なのでちょっとそこら辺の話はまたしっかりさせていただきたいと思います。でちょっとまだイントロで長くなってるんですけど、温暖化の影響だということはですね、もう疑う余地はないです。でもう温暖化懐疑論とかそういうことをおっしゃってる人はもう 今更いなくなってると思いますし、もう科学的に見ても疑うことの余地はないです。で基本的には北海道東北で豪雨が増えるということはかなり前々から言われていました。でじゃあこの温暖化っていうのは止めることができるのかっていうのを、温暖化のメカニズムとか難しいことは話しませんけど、止められることができるのかっていう話をちょっとさせていただきたいんですけど、基本的には絶対に止まらないと私は考えています。でこれが最近のネイチャーとかに出された、図なんですけど、面白くてですね、これ温暖化による、ちょっとごめんなさい英語とかで、これ簡単に言うと温暖化による勝者、得する国と損する国なんですね。でここの線を境にこっち側が温暖化で得する国、こっち側が損する国だと思ってください。で得する国、温暖化進めば実はラッキーなんだよって国はアメリカ、中国、日本、
ヨーロッパ、ほぼ強い国っていうのは実は温暖化が進むと得をすることの方が多いんです。でも損をする国、インド、ブラジル、メキシコ、インドネシア、こういったところは自分たちは CO2 も出してないのに被害ばっかり受けると、こう明確にもう、ネイチャー、まあ文化ですけどネイチャークラスでこういう議論がもうされて始めています。つまりアメリカも中国もですね、こういうことをちゃんと分析してますので、トランプ大統領が、温暖化対策やりますって宣言されましたけど、なぜかアメリカにとっての利益は温暖化が進むことによって高まるんです。そんなような状況で国際社会がどう連携したところで温暖化は止まらないなというところがあります。もしこれで正義感の強いヨーロッパの国々がですね、不利益を被ってたらものすごい反発が起こるんですけど、実はドイツ、イギリス、カナダとかも恩恵の方が多いんです。基本的に寒い国が暖かくなれば恩恵大きいですよね。日本にとっても北海道で暖かくなってくれば大量の米がどんどん作れるようになる。なのでそういったことを考えると温暖化っていうのは、まあ、間違いなく止まらないなと考えています。で、すいません、で今日の講演で一つで、大学の講演っていうのは非常に分かりづらくていろんな話をしてしまうっていう癖があるんですけど、一つだけ覚えて帰ってほしいのはですね、このスライドです。で何が問題なのかと、で、避難までのリードタイム、つまりあ、これはまずい、避難を開始しようと思ってから、避難所に行くまでのリードタイムっていうのがですね、まあ、大体30分から20時間程度なんです。で、問題っていうのは洪水災害の場合はですね、判断して行動を開始する、まあ、きっかけというかトリガーというかが気づきづらいんです。語弊があるかもしれないですけど、津波の場合は言ったら怒られるかもしれないですけど簡単です。なぜかといえば地震だからです。地震がトリガーですよね。地震が起こった、じゃあさあ避難しよう。じゃあ豪雨災害の場合は何なのか、雨が降り始めた時なのか、避難指示なのか、避難勧告なのか、ここら辺が分かりづらい。で、津波よりも外力は弱いです。なので基本的には、皆さん避難をしない。だいたい避難指示っていう、避難しなさいっていうのが出されても統計を取るとだいたい 1% ぐらいしか避難はしないです。だからこれが問題なんですよね。で、このトリガーを出すために昔までは避難勧告とかを出すのを市役所、市町村はためらってたんですけど、現在どん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 出すように変わってきてます。なので、住民サイドもそのトリガーをどこにするか、でその後にどこに逃げるかを考えていただきたいというところです。で、そもそも逃げる必要があるのかないのか、そこも大事で、例えば川から離れているマンションに住まれている方はもう避難なんてしなくていいので家の中にいてください。でも川のそばで、にある家の方は絶対に水平避難、事前の避難をしなければいけません。そこら辺の自分の立ち位置を分かっていただいて、トリガーどのタイミングで逃げるか、それとどこに逃げるか、避難所じゃなくてもいいんですよ。近くの高いマンションとかそういったところでも大丈夫、それを決めておかなければいけないというところです。はい、これだけ言いたいことです。で、あとはまあだーっと言ってですね、発表、今からやっぱ発表の流れ入るんですけど、まあちょっと過去3年間の棒をこう簡単にパラパラパラって飛ばします。申し訳ないんですけど、時間の関係上ちょっと飛ばさせていただきます。で、メインで西日本豪雨の話をしたいと思います。で、その後命を守る行動とは何なのか、で、どういう情報が利用できるのか、で、何をすべきかっていう話に入っていけたらなと思います。なのでちょっとここら辺走るところがあって早すぎて何言ってるかわからないところがあるかもしれないんですけど、キーポイントだけ押さえていけるようにしていただければと思います。はい、では、平成27年ですので、4年前、2015年ですね、4年前ですね、関東東北豪雨で、大崎市の、渋井川で洪水氾濫が起きました。で、まあ、
まだ皆様記憶にあるかと思いますけど、その時はもう仙台市の方でも結構、避難勧告がバンバン出てですね、騒然としてたのはまだ記憶にあるかと思います。でこれがまあ現場の写真なんですけど、まあ、合流部の地点で多田川がこう流れてて渋江川が合流するところで、発生した。でその時にですね、私はテレビとかでですね、排水現象って言ってたんですね。水の背後の水の影響でやる排水現象で、東北大の土木の風間壮先生はですね、テレビでバックウォーター現象おっしゃられて、それ以降はですね、マスコミからはですね、排水って言わないでバックウォーターと言ってくださいという話がどんどん振られました。やっぱりインパクトが大事で、排水現象って言われても心に響かないからバックウォーターって言ってくださいみたいな感じで言われています。でバックウォーターって言ったってなんてこともないんですよ。河川が合流すれば水が上がっちゃうんですよ。だって高速道路で車を運転してたら合流部で渋滞ができますよね。それと同じで、車の場合はブレーキかけて止まれるけど、水の場合はブレーキかからないので、そうすれば水がどん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 合流が重なるとなってしまうんです。だからバックウォーター現象ってはっきり言って、河川の合流する場所があればどこでもあることです。でこれでバックウォーター現象ってことがだいぶ広まったとは思うんですけど、西日本豪雨、後ほどお話ししますけど、倉敷市で50名の方が亡くなりましたけど、あれまさしくバックウォーターです。それはまた話をします。で、こういう我々はその後ですね、頑張ってこういう数値計算をするんですよ。で調査行って数値計算をして論文を出すんですけど、正直言って実はあんまり意味がない。こういうことを起こる前に大学っていうのは示さなかったといけなかったんです。起こった後に、数値計算して論文出したって後追いであんまり意味がないと私は思っています。事前に、こういうことが起こり得るんですよっていうのを示さなければほとんど意味がないなと私は思っていました。はい。でバックウォーターっていうところを渋井川では覚えておいてほしかったです。あとは夜起こったので、夜間の1時とか2時とかに堤防が決壊しますので避難指示出せませんでした。そういったところ、夜の対応は難しいっていうのもまた覚えておいてください。あとこれ関東東北部、これちょっと東北地方ではないんですけど鬼怒川の事例なので、なぜかというとこれ国の一級河川なんですね。国の一級河川ということはもう量が川のサイズが大きくて、そこが破堤すると、とんでもないことが起こってしまうということなんです。で、テレビで自衛隊が一個一個救助する映像とかがリアルタイムで配信されてましたので、ご記憶の方も多いと思うんですけど、これもし夜だったら、これ日中昼間だったんですよ。これ夜だったら大変なことになってたなと私は思ってます。でも見るも無残なもんで家とかが流出、全壊ですね。こういう流出全壊っていうのは津波でぐらいしてしか起こらないのかなと思ってたんですけど、全然洪水、河川洪水でも起こり得るということです。で、ですね、これはちょっと時間だけ見てほしいんですけど、川がですね、堤防を越えたのが11時11分で、そこから深刻な状況になるまでは1時間半ぐらいあったので、やっぱり、早め早めの避難っていうのが大事かな。で、大きい川でもなのでもうちょっとリードタイムが長いですので、その強調したいのは、まずいと思った時から1時間ぐらいしか余裕がないので、そのまずいをどこで判断するかですね。で、あとは、これ浸水状況なんですけど、国のハザードマップと完全に一致してます。で、東北地方ですと津波の時にハザードマップがかなり、外れたというか語弊があるかもしれないですけど、ちょっと合ってないところがあったかと思うんですけど、洪水の場合はですね、高頻度です。津波の場合は100年に1回、200年に1回のサンプルしかない状況でハザードマップを作ってますので、かなり不確実なところはあります。ですけど、河川洪水っていうのはかなりデータの蓄積があって高頻度なんです。そうやって出されるハザードマップっていうのは、かなり合うと思っていてください。でもそういうハザードマップを見たところで、
これは調査結果ですけど、被災地の、そこのところの、6割ぐらいの人というのは、ハザードマップは見たことがなかったということです。やっぱりハザードマップはやっぱり、最近は見られる方も多いかと思うんですけど、なかなか見ないんですよね。だから鬼怒川の話で、覚えててほしいのは、ほとんどの方っていうのはハザードマップなんていうのは見ません。で、仙台市さんはハザードマップを全住宅に配布されてますので、そういった取り組みがとても素晴らしいかなと思います。で、あとは岩手の岩泉の方ですね、高齢者グループホールのランランで、10名近い方が亡くなりました。で、これ見てもらうと分かるんですけども、本当山の中の川なんですよね。で、こういったところに家が建って、なのでやっぱり住む家がない、広島もそうなんですけど、住む家がないので、どんどん危険なところに家を建てざるを得ないっていう事情もあるかなと思います。で、またすみません、見づらい図で申し訳ないんですけど、これ水位が、これ時間で水位がどれぐらい急に上がったのかってところで、氾濫危険水位からここまで、1時間40分程度だから、まずいと思ってから全てを判断するまでに大体1時間40分ぐらいしか猶予がなかったというところです。で、この時にちょっと岩泉町の対応とかが、ちょっと非難されてしまったんですけど、ちょっと酷な面もあってですね、その日はやっぱり雨が多いということで、対応する職員をですね、5人から10人に増員しました。でも10人で対応できるかというとちょっと厳しいと思います。でも小さい町ですので、それ以上の増員というのは不可能だったんだと思います。で、ホットラインって最近有名ですけど、気象台からも国からもホットラインで岩泉町には電話が来てました。かなり深刻な状況なので注意してくださいと。ですけどやっぱり、毎度のことなんですけど、住民からの電話対応に追われ、町長に報告されず避難勧告等は出せませんでした。これ典型的ないつものパターンです。ドタバタしてしまって、その間に避難勧告を指示が遅れてしまうというところです。で、我々はドローンでやったり計算とかしたりするんですけど、結局、こういうのも最初からこういうのでリスクがあるよっていうのをちゃんと言ってあげないとダメだったなというところです。はい。はい、じゃあ今のは今までの復習という感じで、過去3年間を見てみましたけど、じゃあ今から、西日本豪雨です。これの話をちょっと、大事なところだけをかいつまんでお話しさせていただきたいと思います。で、かなり広域での被害になりました。で、死者数は280名を超えました。で、西日本全体に関わるような被害です。で、こういう細かい図とかは全く見ないでも大丈夫です。これで何が言いたいのかっていうと、この時 2,3 日ぐらい前から水蒸気量が大量に日本に流入するっていう予測結果が気象庁に出てました。で、とんでもないことが起こりますよっていうのはいろんな人々が言ってました。ですけど、問題なのは、事前に信じられないほどの水蒸気の流入が予測されていたと。ですけど、どこに降るか、そこまでが現在の科学では予測できないんです。ピンポイントで何々町、何々川とか、そこまでができないんです。だから、とんでもない大雨になるだろう。でも、それがいつ、どこなのかとかまではまだまだできないのが現状なので、事前に気象庁はとんでもない水蒸気だなっていうところは把握はしてました。で、これが一番目立ったというか、倉敷市の真備町ですね。で、これが起きた時にですね、マスコミの方から電話が来てですね、自分はもう岡山の方ばっかり見てたので、マスコミの方から電話が来てですね、倉敷の状況を見ましたかと。あれ、大崎市の事例と全く同じですよね、大崎市の渋井川の事例と同じですよね。で、私最初マスコミの方から状況を教えていただいたんですよ。で、何が同じかっていうと、ここに高梨川っていうのが流れて宇田川が入ってるんです。
ですけど、バックウォーターです。こっちの水がこっちに入ってしまう形で、バック影響を受ける形で、ここが浸水される。で、これが起こった時間っていうのも夜中です。1時とか2時とかのやつです。だからメカニズムも同じで、時間帯も似ている。なので、マスコミの方から、これ渋井川ですよね、と。なんで、ちょっと見ていただけませんかっていう連絡が真っ先に入りました。で、まあ、見てみると、渋井川と同じなんですけど、まあ、ただ違うのは川の規模は全然違います。だから、東部地方でいうとこれが成瀬川で多田川で渋井川なんですけど、成瀬川多田川クラス、大きい川のクラスの方で、そういったことが起こってしまったということです。で、先ほども言いましたけど、バックウォーター現象なんていうのはですね、合流部では絶対起こりますので、日本中こういうことは起こり得るということです。で、しかもここはかなり昔から氾濫しているところで、河川の改修も計画されていたところです。で、昔の氾濫状況とかハザードマップと完全に一致しています。で、じゃあうまく避難ができなかったのかと。で、倉敷市ですね、倉敷市さんはかなり頑張ってたと私は思います。で、堤防の決壊が起こったのが夜中の1時とか3時、2時、3時ぐらいの間だと思います。で、前日の夜中の10時には地区全域に避難勧告を出しています。これは国土交通省ですね、岡山河川国道事務所との連携ホットライン、携帯電話でのやり取りですね、かなりまずいのでということで、10時には避難勧告を出しています。で、11時45分に避難指示、1時30分に避難指示、まあ、ですけど、その4分後ぐらいに小さい川で堤防決壊とかが確認されているので、ちょっとマスコミの方からでは避難指示遅かったみたいな感じで叩かれているんですけど、かなりこれぐらいのスピード感でしか対応はできないのではないかと私は考えています。で、これちょっとまあ飛ばしますけど、これ他の人が、講演会とかでまとめてたやつなんですけど、ここ書いてあるようなことは基本的には渋井川の時に我々が挙げてるようなことの繰り返しでした。で、例えば堤防が決壊した状況を行政が速やかに把握できなかった、これ渋井川と同じですよね。で、ハザードマップの周知活用もできていなかった、これも同じです。で、避難勧告、避難指示が出ても避難しなかった方が多かった。なので、毎年豪雨災害が起こって課題、問題点っていうのが上がるんですけど、目新しさっていうのはほとんどないんです。毎年同じことが起こってるんです、他の場所で。で、やっぱり初体験とか、経験のない人たちにその順番で回ってきてしまうので、やっぱり皆さん自分は大丈夫だと思ってしまっている方が多いので、そういった時にとっさにどういう対応ができるかっていうところが課題なのかなと思ってます。で、まあ、ちょっとダムの放流の話が西日本豪雨で話題になってきたので、ちょっとその話をします。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ここに野村ダムっていうところがあって、ここから、洪水時異常操作放流っていうのをしまして、でここが浸水してしまったということです。で、マスコミ各位がですね、ダムのせいだという話が来てですね、なってます。で、ちょっとまた見づらくて申し訳ないんですけど、これ横軸が時間です。で、この赤の線がですね、野村ダム、ダムに入ってくる水の量です。で、この緑がですね、ダムから出す量です。一番最初にお見せした図ですといっぱい溜めてたんですけど、今回はもっともっと水位の上昇が早かったので、この時点でもう満杯に近づいたので、正しがき操作、異常洪水時防災操作に移行しています。で、これが、これをやるとですね、一気に下流の水位が上がりますので、これのせいで、被害が増えたのではないかということが多々言われているんですけど、まあ基本的には本来の洪水はこういうものだったので、ある程度は、洪水を低減している、これは間違いないです。ですけど、この急な立ち上がりが生じてしまうのは、やっぱりダムが壊れるのを避けるためにはやっぱりしょうがなかったのかなと考えています。で、
ですね、またそれに意思疎通がうまくいってなかったんじゃないのかってところです。でダムからは午前3時37分ですね、彼らに6時20分頃にはこの異常洪水時防災操作を開始する見込みっていうものを西予市下の町にですね伝えてあります。でそれを受けて、5時10分に避難指示が発令されています。で、マスコミさんが叩くのはですね、この時間遅すぎると、3時30分に伝わってこの1時間40分の1時間半は何をしてたんだということになるんですけど、いろいろあったんだろうと思います。でしかも朝皆さん寝てる時なので、もっと早くからガンガンサイレンを鳴らすなどをして起こすっていう対応が必要だったのではないかなども言われています。で5時10分に避難指示が出されてですね、朝5時10分ですよ。で6時20分に、ダムの洪水防災調査が始まりました。で、そうするとどういうことかとなると、まあ、防災操作始まって20分後にはもう浸水が始まっています。で8時には、もう災害の水に浸かっているというような状態です。なので基本的には避難指示が出されてから、時間的猶予は1時間程度しかなかったということです。なので最初に話をさせていただいた通り、トリガーが何なのか、でその後に1時間に何ができるか、それを考えていただかないとこれのぐらいのタイムステップでは厳しいです。でこんなのでうまく避難、朝5時10分に避難指示出されてうまくいくのかと思われる方がいらっしゃると思うんですけど、うまくいった例をご紹介させてください。これがですね、グループホーム竹の園です。ですね、職員2名と、認知症などの高齢者18名の方がいました。でこの方々は全員無事に避難をしています。でその時 のスピード感っていうのをですね見ていただきたいんですけど、午前5時10分自宅の防災無線で避難の呼びかけを聞いた事務局長がホームに連絡を入れ、部屋で寝ている入所者を起こして全員を1階に集まるようスタッフに指示。5時40分1階に集まった入所者は順番に車で別の施設に運ばれる。で午前6時10分全員の避難が完了。で午前6時20分異常洪水時防災操作の開始。ギリギリセーフ、間に合ってます。なのでやっぱりすごいなと思ったのは、5時10分でこの事務局長がさっとこうやって指示を出せる、でその後にちゃんと避難ができるようなこと、こういったことを多分事前に備えられてたんだろうなと思います。でこういうのを全員に求めるのはかなり酷なことですけど、やっぱり決断から1時間で身の安全を確保できる、そういったことをしっかり考えていかなければいけないかなと思ってます。はい。でまあちょっとその後いろいろ、これちょっと見づらくて悪いんですけど、異常洪水時防災操作、ダムの緊急時の操作ですね、これ結構切迫感が伝わらなかったなどの意見もありますので、今、アナウンス方法などを国交省が改善しようとしていると。でただそれだけです。はい。なので西日本豪雨の課題としては、倉敷の話っていうのは渋井川で起こったこととほとんど同じようなことが起こったということです。でなので事例の一つ一つには目新しい特色はないんです。ただ単に渋井川とか伊豆泉とかで起こったような事例が西日本全域で同時多発的に起こってしまったということです。ここら辺が課題なのかな。でダム操作が議論になったのは正直びっくりというか意外でした。操作自体ではなくてダムも完璧ではないということです。ダムだって満杯になってきたらもう効力なくなるんだっていうところはもうちょっと市民の方々に分かっていただけるような広報をしなければいけないかなと考えています。で、今までが事例の紹介で残り15分10分程度ですけど、じゃあ今後どうすればいいのかですね、そこを話していきたいと思います。で命を守る行動っていうのは何なのかですよね。結局
水平避難、垂直避難。自分は大雨の時に避難所に行かなきゃいけないのか、いや、とどまらなきゃいけないのか、これをはっきりさせてください、自身の中で。例えばもう川から全然、離れているところで、マンションなどにお住まいの方は全く逃げない、外出ないでください、大雨の中わざわざ。でも家のそば、川のそばとかにいる人たちはちゃんとハザードマップを見て避難するっていうことを決めておいてください。それを分けなければいけないんです。それがまず第一です。自分のリスクを知るということはそういうことです。で、今いろんなハザードマップがどんどん出てきてます。で、例えばこれは、新しいハザードマップで、この赤いところにいるは家屋等倒壊危険地域なので真っ先に逃げなければいけませんよ、などこういったところです。で、いろんなハザードマップがどんどん出てきちゃってて、逆に今、混乱するような状況にもなってきているので、このちょっとハザードマップを簡易化とかはちょっと我々は提案しているんですけど、そういった話も後ほどさせていただきたいと思います。で、例えばですね、これ渋い川の例なんですけど、ちょっと最悪クラスで計算をさせて、この赤までのゾーン、ここのゾーンは水平避難が必要ですよとか、ね、でこっちの薄い色の方はもう対応しなくていいです、家にいてください、それぐらいを、自信を持って言えるようにしなきゃいけないんです。大体、大学の先生なども、こういうのを出すと裁判などになってば怖いっていうことがあるので出したがらないんです。なので、でも今可能最大洪水って言ってるので、こっちが、2015年に実際起こった洪水ですけど、最悪クラスで計算をするっていう科学がどんどん進んでます。本当にとんでもないことが起こったらどうなるのか、それを科学の際ではしっかり大学は算定して、もう自信を持って言わなきゃダメです。ここが境界ラインです。こっちからこっちの人は自宅に留まってください、こっちからこっちの人は水平で逃げてください、それぐらいの情報を出せるように大学も覚悟を決めなければいけない時代なのかなと考えています。はい。だから、命を守る行動っていうのは水平避難が必要なのか、垂直避難で十分なのか、これを各個人が確認してもらう。で、じゃあトリガーはどこなのか、避難指示では遅いです。避難勧告あたりで、トリガーを設定するようにです。で、基本的には、そこら辺の議論が必要なんですけど、でも避難所までも行かなくてもいいんですよ。近くにマンションに住んでる友達の方がいれば、その上の方にそこに遊びに行くとか、そういうのでも大丈夫です。で、やっぱりこういう話をするとですね、狼少年の問題があるから何回も避難して無事だと誰も信用しなくなりますよとか言われますので、でも避難して無事であればですね、意味がないのではなくて、避難訓練として考えていただくなど、やっぱり絶対に避難は繰り返しておいてください。そうしないとまさかの時に何の意味もないです。で、どのような情報が利用できる可能なのか、これは東大の佐藤翔介先生などと一緒にやってもらってるんです、やってらせていただいてるんですけど、どんどん今いろんな情報が出てきてます。気象庁頑張ってます。どんどんいい情報をリアルタイムで出そうとやってくれてます。雨だ、ちょっとこれ細かい話はしてもしょうがないので飛ばしますけど、土砂災害警戒なしとか、これ最近の新しい洪水警報の危険の分布です。どんどんこんな細かい感じで川が表示されてて、どんどん紫とか赤とか危険な色にリアルタイムで変わってきます。これすごい便利なので、どんどん普及が進むと思います。ツイッター情報とかですね。でもこういう情報は基本的には、市役所、町役場などに向けたもので、避難勧告指示を出す情報かなと考えています。なんでかっていうと、やっぱりこういう情報を駆使するのってある程度知識がないとダメですし、どこにどんな情報があるのか、でそれはどういう意味があってどのように使うのかっていうのが必要なので、一般の方にこれを勉強して使えるようになれっていうのはちょっと酷です。こういうのはやっぱり
市役所などが責任を持って勉強をして、これ気象庁は出前講座いくらでもやります、国交省もこれと勉強していって、避難勧告の発令に使うべきだと思います。で実際これいろんな情報がある中で西日本豪雨の時にどれを見ながら発令したかってやつなんですけど、やっぱり土砂災害警戒メッシュとか雨の予測とかだいぶ使われてますし、ホットラインも頑張ってくれてます。国で、直通で電話でかかってきてくれてます。これ法律上のホットラインの義務はないんですけど、正義感というか危機感でやってくれてる人が多いです。で、すね、はい、まあこれはまあこういう情報があるってところなんですけど、一般の方々に限って言えばはっきり言って、例えば知ってる気象ツールとかはほとんど知らないです。ちょっとこれ詳細飛ばしますけど、ほとんど知らないですし、避難勧告と避難指示、避難準備情報、どれが一番切迫なのかよくやるんですけど、順番切迫度を並べてくださいっていうアンケートをやると、大体6割ぐらいの方が間違えます。避難指示の方が強いのか避難勧告の方が強いのか、6割の方が間違えます。実際、富山市とか大崎市でやってみると案の定、正解率は 42% でした。なので基本的にはいろいろな情報が溢れてるけど、現状では使いづらいですし、これを勉強しろっていうのは酷だと思います。じゃあ一体今後我々は何をすべきなのかっていうところですね。はい、でこれが地方防災会議、国がですね西日本豪雨の後に提言したものです。自らの命は自らが守る、意識の徹底や災害リスクと住民の取るべき避難行動の理解促進で、地域における防災力の強化、まあ今日の講演会全体はこれですよね。これを進めていきましょう。あと高齢者、要配慮者の避難の実効性確保などなどですね。あとは情報とかが分かりづらいからもうちょっと分かりやすくするようにというところですね。で防災情報の確実な伝達とかですね、で今ちょっと大学の研究の最先端とかを紹介させてもらいます と、データ増加などを用いて、リアルタイムで洪水氾濫を計算するっていうのはもう今後数年で達成されます。間違いないです。ですけど3時間前、4時間前の雨の予測ピンポイントで、これまだまだ時間はかかります。科学的に不可能だとおっしゃる気象庁の方もいらっしゃいます。なので事前予測っていうのはまだまだ、期待しない方がいいというところです。で最近深層学習だ AI だなど騒がれてますけど、過去の事象をサンプルとしてやってるので、初体験の極端現象には予測できません。いくら AI が頭良くたって今まで経験してないことは予測絶対できないんです。深層学習したってその深層のところにそういう過去の事例がなければ無理なんです。なので、今後劇的に予測精度が変わるということはありえないんです。そこら辺はちょっと大学サイドとしては頭が痛いところです。なので大変申し訳ないですけど、コミュニティで守っていただくというところに行かなきゃいけないというところなんですね。じゃあどうするのか、ハザードマップを確認する、タイムラインを作成する、水防活動を強化する、各種の情報を理解する、災害時応援護者の総合確認、地域の避難訓練、防災教育、意見公開会、災害伝承ってあるんですけど、大体ここで講演を終わる大学の先生が多いと思います。ですけどこんなのは被害を経験してない人とか自分は大丈夫と思ってる人にいくら話したってやってくれません。皆さん今回今日足を運んでくださってる皆さんに関して言えば私はほとんど心配してません。仙台市さんだってこういうことを企画されてるようなところなので全く心配してません。心配なのは全く興味もなく自分のところは大丈夫と思ってる市長です。そういう方々です。そういう方々をどうするかっていうのを考えなければいけないんですよ。じゃ
なんでかっていうと、まあ、正常化バイアスとかいろいろ最近言われてますけど、まあ、だったらどれぐらい先最初に言ったのかなと見てみると、まあ、2000年前のローマの人は、人間ならば誰にでも現実の全てが見えるわけではない、多くの人たちが見たいと欲する現実しか見ていないんです。でもこんなのは2000年前から言われてるわけですよね。だから結局自分は大丈夫、自分とも怒るわけない、見たいと思う現実しか見ないんですよ。じゃあそういったところでどう現実を突きつけるかっていう話をしていかなきゃいけないんですよね。じゃあどうするのか。じゃあ宗教を限定して現実を突きつける、であとは賢い人が助けることです。じゃあどうするのかっていうと、もうハザードマップ今後どんどん変わって、分かりやすく変わっていきます。行かなければいけないと思います。まあいろいろあると思うんですけども、こうごちゃごちゃしてハザードマップ示しても みんな見てくれないんですよ。じゃあ極端な話をすると、赤はアウトのゾーンです。青はセーフのゾーンです。赤の人たちはアウトだから備えましょうねぐらいの強い口調で言わないと、なかなか現実は見てくれない。でもこれをやろうとすると、じゃあこの青で被害が出たらどうするんだとか、そういうネガティブな話もありますので、そこら辺はいろいろ課題があるんですけど、もうこれぐらい赤紙通知を突きつけるぐらいのことをやらないとまずいかなと思ってます。で、じゃあそんなことで本当にできるのかっていうと、岩手の方のですね、防災士さん、これちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、西郷の防災士さん、地区で各家の何々さんの家、何々さんの家、何々さんの家、どういうことが起こるからどういう対応が必要ですっていう防災士さんがまとめてるんですよね。これ防災士さん、あの自衛隊上がりの方なので、特殊な、能力を持ってらっしゃる方だと思うんですけど、それであなたたちは立ち退きが必要な人ですよ、あ、水平避難なんですね、であなたたちは立ち退きなんか必要ではない人ですよっていうのを各家屋にですね、一個一個通知してあげてるんですよ、地域の防災士さんが。じゃあこれは素晴らしいなと正直思ってるんですけど、じゃあこれを全国の防災士さんに求められるかって言ったら、そんなことはスーパースターしかできないと思いますから、ちょっとまたハードルは高いなっていうところですね。で、あとはこれフィリピンから学ぶってことで、フィリピンって村長さんがいて、各村に村長さんが避難勧告を各家に伝えるんですね。彼らかなり原始的なことをやってるんですけど、これが一番やっぱ効くんですよね。村長さんに言われたから避難しなきゃとか、こういったところはあのフィリピンからぜひ学ぶべきかなと思います。でもこれを、テレビで一回言ったことがあるんですけど、結構苦情が来まして、あの日本の方が地域防災コミュニティは進んでいると、フィリピンから学ぶべきことなどはないとご指摘を受けたりもしたんですけど、いやそんなことはないでしょ、こんな一軒一軒回って避難勧告出してる地域の方が自分は少ないとまだまだ思っています。で、そういったことまでやる必要があるのかとか、いろいろ議論はありますし、けど西日本豪雨でこうやって一軒一軒避難させたところっていうのは助かってます。でも負担が大きいのも確かです。なので、結局今後我々が行うべきことっていうのは、実は自分の中でもまだまだ答えはないです。で、ちゃんとリスクを突きつけるためにもシミュレーションが間違ってたっていう言い訳を言わないぐらい不確実性があるからっていうところをもうブレイクスルーしていくしかないかなと大学サイドでは考えています。防災科学の高度化、あとはトリガーの設定ですよね。本当に避難勧告でいいのか、そういったところも議論が必要ですし、あとはまたコミュニティに投げてしまうことにもなるんですけど、地域で個人で命を守るための判断の高度化と迅速な伝達手段、今最近ですと LINE ですね、グループ LINE とかで一斉に町内会のグループ LINE で大変です、避難しましょう、そういった手段とかもどん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 出てきてます。そういったアイディアとか地域でどう守るかなど、ここは多分私も講演の後の方々からいろいろ話が出るんだと思うんですけど、であとは、心理学と工学の融合っていうのを今東大の方々、災害系の方々と一緒にやらせてもらってますので、申し訳ないのはまだまだ
これが完璧な答えだっていうのは、ないです。なので地域のコミュニティの皆様頑張ってくださいとしか言いようがないんですけど、今後どういうことであれば対応が大丈夫なのかを皆さんと一緒に考えていければなと思っています。で、以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。